どうも、石川です。はい、これより登録販売者最強勉強法についてお話をしていきたいと思います。はい、皆さん勉強頑張ってます？進んでますか？ね、順調に進んでる方も、それから、まだ勉強始めたばかりだよという方もですね、登録販売者勉強どうしたらいいのかなーってね、ちょっと悩んでる方もいらっしゃると思いますので、ぜひそのあたりですね、準備編ということで、まずは勉強するためには必要なもの、準備しなくちゃいけないものがありますので、そういったところのお話していきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、ここ赤で書かせていただきましょう。3つの必要なものをお話をしていきます。3つ必要なもの、テキスト、それから試験問題の作成に関する手引き、そして過去問題、この3つですね、必要になります。いや、当たり前じゃないですか、とね、思うんですけど、いや、確かにそうなんですよ。でも、この3つがなぜ重要なのか、なぜ必要なのかというところですね、お話をしていきます。はい、まず、1つ目のテキストですね。はい、こちらテキスト、皆さん、もう何かね、いろいろテキストお持ちだと思います。テキストね、それから参考書お持ちだと思います。で、何がいいのか。ね、結構悩まれてる方もいらっしゃると思います。で、いろいろ本屋さん行ったりとか、Amazon とかでいろいろ検索してもらったりとかで、いろんな本ね、登録販売者最近も結構いろいろ出ておりますよね。で、その中でね、まずは皆さん買ったもの、購入していただいたものを、まずはそれを信じていきましょう。だから、よく、こう、ね、勉強に失敗しちゃう方の、一つの例としては、もうね、いろんな参考書を買い漁ってしまって、もうなんか、手元にいろんなね、もの、うわ、なんかいっぱいあるな、みたいな、よし、これやってる、なんかちょっと違うかな、なんか違うかな、みたいな感じで、ね、もう、複数購入してしまうということはよくありません。だから、テキストは必ず、ね、一冊のテキスト、必ず用意していきましょう。ね、複数購入してしまいますと、ね、そのあたりね、迷ってしまいますから、だからね、複数購入していかないようにね、気をつけていただきたいと思います。ね、複数バツってね、書かせていただきますよ。はい、ということで、一冊ね、必ずご自身のね、必要なもの一冊、それを信じてね、やり通していきましょう。最初から最後までやり通していく、それがとても重要となります。なので、このテキストに関してはね、こちら次のところに進んでいきますよ。テキストに関してはこの試験問題の作成に関する手引きという、厚生労働省から出されているね、手引きという、通称手引きというものがありまして、この中からね、テキストは作られておりますから、どのテキストもある程度ね、水準は一緒です。なので、そういった意味ではテキストね、信用して、まずはそれをちゃんとやりきりましょう。そしてテキストにはね、書いてないところもいろいろあります。それはこちらのね、試験問題の作成に関する手引き、こちらを準備してくださいね。こちら最新版を必ずね、準備していきましょう。厚生労働省を、それからね、登録販売者手引きとか調べていただくとすぐ出てきますから、ぜひね、そのあたりで見ていただいて、最新のものを、チェックしていただきたいと思います。で、テキストで足りないところを手引きのところで補充していく。そういったことがすごく重要かなと思います。なので、この手引きの中から試験は必ず出てきます。出てきます。だから、この手引きの中以外のものは出てきませんので、もう完璧にこれやれば OK なんですよ。でも、これ完璧にやるの結構大変です。なので、そういった意味ではテキストね、要点が書かれておりますから、そういったところですね、勉強していきましょう。はい、そして、ね、こちらテキストか手引きはね、完全なインプットの作業です。どん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 頭の中に入れていくんですけど、でも、入れただけじゃ意味がないです。ね、こちらはね、インプットになりますから、ね、インプットね、インプットね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、うん。インプットね。インプットの作業になりますけど、ただ、インプットだけじゃダメ。何かというと、アウトプットですね。アウトプット。アウトプット。アウトプットですね。プットですね。はい、こちらアウトプットの作業も大事です。入れたものは出していく。入れたものを出していく。出していくの忘れていくじゃないですよ。ね、忘れてちゃダメですからね。こう、実践でどんどんね、やっていく。で、実践をやっていくためにはね、試験で実践ではなく、ね、今までやったね、過去問題。必ずね、ご自身の受ける地域。で、そこの過去問題を解いていきましょう。ね、詳しくはまたね、この準備編以外のところでね、いろいろ過去問のやり方についてはお話をしていきます。していきますけど、まずは過去問題をね、これもインターネット上にね、各都道府県のところで過去問題いろいろ出しておりますから、PDF で出てますのでね、ぜひそういったところをですね、ピックアップして過去問やっていただきたいと思います。ね、で、
インプットして、アウトプット。ね、このインプット、アウトプット、インプット、アウトプット。この繰り返しがすごく重要です。だから、過去問題やったら、ね、間違えたところを、ね、またこちら手引きや、それからテキストを使って、そして必ず確認していきましょう。そしてそれを何度も何度も繰り返すことによって、それがね、できるようになってきますので、なので、このインプットアウトプットの繰り返し、ここがとても重要となってきます。皆さん大丈夫でしょうかね？大丈夫ですかね？はい。で、じゃあね、おすすめのテキストなんかありますか？とかね、いろいろ質問いただくこともあります。で、ごめんなさいね。今日ちょっと宣伝させていただきたいと思うんですけど、こちら、この一冊で合格、石川達也の登録販売者テキスト&問題集、出ました。ありがとうございます。もう本当に大変だった。大変だった。ね、こちらですね、本をちょっと出させていただくことになりました。2021年6月18日金曜日に発売されます。場所はですね、角川さんから出します。もう本当ありがとうございます。もうね、皆さんのおかげで育てていただきました。そして、Amazon からもう今すぐにですね、予約することもできます。そして全国の書店でもですね、6月18日からもうなんか棚に並ぶみたいなので、ね、ぜひご検討いただければなと思います。そして、こちらもですね、その書籍を使った直前解釈セミナー、ちょっと考えてます。詳しくはですね、また6月以降に YouTube の方でですね、案内させていただきますので、なのでぜひぜひ皆さんね、検討していただきたいと思います。で、一応こちらのテキストね、ちょっとね、宣伝させていただきますと、ですね、こちらは、問題も入れてます。ね、その各章ごとにですね、こう、章問も、結構いっぱい入れてます。で、それから、最後にですね、問題も、結構120問ね、登録販売者の、もうここを出ていくんじゃないかとかでね、ピックアップしたものをね、確実に入れておりますので、ぜひそういったもので、こういったね、アウトプットしていただきたいと思います。それから、インプット作業もですね、授業形式ちょっとさせていただいております。ね、だからこう、条文、内容とかですね、条文の内容とか入れて、そしてその後、ちょっとなんか授業的に、はい、ここポイントですみたいな感じで、ね、ここを押さえましょうみたいなね、そういう感じにもしてますし、そして何よりも、フルカラー。いやー、ちょっとお金かけちゃったね。お金かかってますね。なので、まあそういったところでフルカラーになったことによって、何かというと、第2章の、いろいろですね、臓器のイラストとか、フルカラーで入れてますから、結構ね、わかりやすく作らせていただきましたので、ぜひぜひですね、ご検討いただきたいなと思います。はい、ということで、今回は準備編ということで、またね、この後ね、こう、いろいろね、どうしたらいいのかという動画もですね、また配信していきたいなと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。あ、書籍のですね、お知らせの、こう、Amazon のリンクとかもですね、下の概要欄のところに貼っておりますので、ぜひそういったところからですね、ご検討いただければなと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。